末っ子だからいつもおふくろと一緒にいたからそういうのを見て知ってたんですね。ここで生地を入れてるんですよね。でそれとそれを補うためにここで膨らみを持たせて、はい、ここで膨らませて生地をこちらへ持っていけるように。高級注文紳士服仕立て職人中田正頼、15歳の時ふるさと旧小田町を出て松山市の仕立て屋に下働きとして就職。さらなる技術を習得したいと23歳で上京。その後西東京市にテーラー中田を開業。経験を重ね2016年に現代の名工、翌年には王綬褒章を受賞。66年にわたり紳士服を作り続けてきた。冬になったらびっくりするぐらい雪が昔は積もったんですよね。1メーターぐらいの雪珍しくなかったんですからね。で履くものなんか長靴なんて気の利いたものはないし、履き物なんて年に1回か2回配給があって、それも全員になくてくじ引きで当たった人はもらえる買えるっていうような状況のところだったですから、冬でも自分で編んだわら草履履いて学校行ってるような時代でしたから、だから旅屋なんかでも靴下なんて気の利いたものなかったですからね。みんな小ハゼのついた旅ですよね。誰も子供ですからもうすぐ破けてしまうし、そんなのボロビレ当てて縫い物おふくろなんか やってくれてましたら、末っ子だからいつもおふくろと一緒にいたからそういうのを見て知ってたんですね。でおふくろは手が動かなくなってるの分かってるもんだから自分でやって、和式の昔の人だから裁縫は習ってますから、木綿針のこんな長い針ね、あれでやってましたけど、そんなものないから田舎の家だからあがりがまちって敷居がね桜の木でできてたんですよ。で桜っていうのは硬いから針を刺して通らないとその桜の木の敷居に持ってってギュッと押すと通るんですよね、めり込まないで。で そうやってやりながらボロ電卓っていうんだけど破れた旅の修理なんか自分でやってたの後からおふくろが言ってくれたんですけど、知ってたからもしかしたら無垢かもわかんないと思ったって言いましたけどね。でそれも後押しになって背中を押したことかなと思いますけど。